はいどうもさっくんです。今回はこちらの軽心模型から出ました、えー、西日本パーツ集103系というのをご紹介いたします。まあ出ましたと言いましても結構前の商品ですが、えー、103系、まあ言うてる間にトミックスから出るので、ちょっとこの銀縁をね、なんか色々なんとかしたいなということで、 え、探してたらこのような商品ありましたんで、えー、軽くご紹介したいと思います。こちらあのメタルインレターみたいな感じですね。ここの名称はメタルインレットって書いてるんですが、まあ、確かに転写するっていうわけではなくて、本当にあのすくい上げて、ここにピッてつけるような感じなんで、まあ、インレタというよりは、なんか一種のシールみたいな、 感覚で、えー、貼りました。まあ中身の内容なんですけども、えーと、ここにね、前期更新、中期更新、大、え、切、ー、改善車、高運転台と。こんな感じで、えー、書いております。もう裏面はさっき見ていただいた通り、あの、使用済みなので、ちょっと、あの、乱雑にはなってたと思うんですけども、 一応内容はそんな感じです。であとはもう、全面の飾り帯、行き先と運番のところとかそういうのが、えー、その他入ってます。で、えっ、ー、と、これほ、ほぼおまけみたいなもんですけども、クハ103の百10七あ、じゃあ907用のトブクロ窓埋め。これが、 えー、3種類入ってまして、1両分ですね。これも懐かしいですね。97って。まあ、鉄板で塞がれてたんですよね。そういうのも、えー、内容に入ってます。では、えー、これ中期更新になりますんで、えー、この中期更新車に貼り付けたものを見ていきましょう。<laughs> えー、車番はこちらです。 えー、クア103の9、591とクア103の128。もう完全にあの半和線の電車ですね。この591って多分どっか違うとこから来たやつとは思うんですが、もうその辺はあの、引退してから結構経ちますんで、僕も忘れてきました。ちょっと浮いてきてるな。一応貼り付けたらこんな感じです。 ここに貼るまでもね、少し難しかったんですけど、えー、貼ってしまえば結構かっこいいですね。これって、あの、二段張りしてます。あの、内容ってこういう感じなんですよね。右と左二つありまして、下って書いてる方、ここにね、小さく下って書いてるんですけど、ちょっとわかりにくいな。これを、えー、先に、 下地として貼り付けてで、次にこの右側の上っていうところ、これをね、あの、うまいこと切って、えー、ここに貼るということになります。ということはこれ二段張りして、えー、ちょっと傘が増してる状態で今貼っております。で、運番と行き先の方に関しては別に一段張りでも大丈夫です。 こっちの運転席の窓の銀縁は二段張りが必要です、えー。そうしないと多分薄いので、このまま一段張りしちゃうと本当に GM そのまんまのと本当に変わりないぐらい、なんか白い線やなっていうぐらいのしかわかりません。ちょ、こんな感じで貼っております。 この車両に関して話すことはもうあんまりないと思うんですけども、えー、っと、半和瀬の6両です。この591と128で、えー、ピンとくる方がすごいですね。もうそこまではなりませんが、半和瀬の103系て結構お世話になってたので、えー、できたらもう少し増やしたいなとは思うんですが、えー、っと、今度の トミックスからの103系の山取り線出るということは今度のラインナップはどうなるんかなとかいろいろ考えながらやっておりました。はい。まあ以上がこの決心模型の西日本パーツ集103系のちょっと簡単な紹介にはなるんですけどちょっと違うものもご紹介したいなと思ってます。えー、ここからはちょっと予告になります。 今、スナックカーが先日完成いたしましたんで、次の工程に入りました。こちらを作っております。これ115系の瀬戸内色になります。で、ベンチレーターあったんですけど、全部接着剤を盛り付けて、それを削って、今ベンチレーターすべて撤去、で塗装完了しましたんで、 え、先日から、え、着々とこれ進めてきております。で、編成が、え、ここでわかるでしょうかね。R4 編成にしました。床下がグレーにしてて、いや、ベンチレーターがない状態ですね。の、え、R4 編成にしました。まあ、この辺のホイッスルとか、その他諸々もろもろも、 もうちょっと調べてから、あの、装着品とかも、また改良していこうかなと思います。信号円管、この種類もね、違いますんで、これも一応特徴にしております。で、この製品、JR マークがないので、これどうするんかと言いますと、え、117系の国鉄色新快速で覚えてらっしゃるでしょうか。えー、こないネタが、 あるんですけど、ここに JR マークがね、ちょうどね、失敗できないんですけど、4つ入ってるんで、とりあえず先頭の4つ貼れるかなということで、えー、これで一応 JR 化して、床下グレーの、えー、定期検査明けぐらいの綺麗な R4 編成を今作っております。はい。まぁ、あ、こんな感じで、えー、模型製作次の段階に入りましたんで、 また違う動画でこちら R4 編成ご紹介したいなと思います。というわけで今回は103系の軽心模型から出てます西日本パーシュの前面の飾り帯の紹介と次作っております115系の2000番台 R4 編成の次の予告動画でした。 画面のフィアルでタップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価や Twitter のフォローもお願いいたします。